北新横浜駅は神奈川県横浜市港北区北新横浜一丁目にある横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B26。当駅周辺地区は横浜市における都心の一つである新横浜都心に指定されている。あざみの方面から横浜国際総合競技場へはこの駅で降りると近い。長慶姫。 透明な光と影駅の両側を地下鉄の建設とともに整備された都市計画道路区内新横浜線に挟まれ、東側は農業振興地域、西側は純工業地域で中小の工場とともに住宅が混在する地域に位置する。駅の東側約300メートルのところに新歯車両基地がある。駅のデザインは道路に面していることから壁面で、 圧迫感を感じさせないようにするために屋根をアーチ状にして低く見せると同時に建物全体の柔らかみを出している。コンコースに面する部分は連続したガラス面を多用し建物の開放感を持たせている。プラットフォームは天井の仕上げに曲線を使用し柱、壁の仕上げに明るい色調の材料を使用することにより明るく温かみのある空間としてデザインされている。 また改札内の壁面にはガラスを用いたパブリックアート透明な光と影が設置されている。これは開業当時駅の近くに資生堂リサーチセンターがあった縁で資生堂から寄贈されたものである。開通前の計画段階での歌唱は南神話だったが新横浜の名前を使用したいという地元の要望により新横浜の北に位置することから 新横浜北駅と命名された。しかし、あざみの方面からの乗客が、新横浜駅と間違えて下車する事態が多発したため、当駅が、新横浜駅でないことを示す、張り紙の掲出や、車内アナウンスで注意を呼びかけるなどしたが、あまり効果はなかった。そこで、開業してから6年後の1999年、戸塚駅湘南大館の延伸と同時に後ろに、あった。 北を前に持ってくる措置が取られた。その後、駅所在地の地名も、再開発による町域分割に伴い、日波町から北新横浜へ変更された。ホーム島式ホーム一面二線を有する地下駅。ホームのあざみのよりは、掘り割り構造で、横浜市営地下鉄の地下駅としては浅く、地下1階にある。そのため、外交を取り入れることができる構造となっている。 駅舎は都市計画道路の区内新横浜線の上下線に挟まれた地上部にある。2019年度の1日平均乗降人員は12,471人であり、年々微増傾向にある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り。ありがとうございます。